ジノビー・ニコラエヴィチ・ド・セルは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の財政家、外交官、セミョン・ペトロビチレシーの党名を持つ。1882年に、ロシア帝国ペルミ県ペルミで生まれた、ロシア人。中東教育を終え、1902年から、ロシア社会民主労働党の党員となって、革命運動に関わり始め、繰り返し逮捕された。1904年には、 当ペテルブルク委員会メンバー、翌1905年のロシア第一革命の際には3月から当モスクワイメンバーとなり、10月にプレスニャ地区位を組織。その後もザモスクボレチエ地区位、モスクワイ及び中央工業地区の軍事化に関わり、12月放棄の指導者の一人となった。しかし、革命後の1907年に離島し、革命運動からもしばし遠ざかった。 1917年の2月革命後からは再び石油労働組合で活動し、6月からはペトログラードのボリシェビキ組織で活動。10月革命の際もペトログラードで武装放棄に参加した。翌1918年には馬空県人民経済会議議長となり、1919 19年から1920年まではロシア社会主義連邦ソビエト共和国防衛。 赤色陸海軍法級労働ソビエト非常意責任者。1920年から1922年までは、ロシア共和国国民経済最高会議大石油議長を歴任し、1922年から1924年までは、ロシア共和国労働、防衛高等仲裁及び、ソビエト連邦石油シンジケーと管理部でも活動。 1924年から1926年までは、石油シンジケートの中中華民国代表。1926年から1928年6月までは、中イタリアソビエト連邦通商代表。1928年から1930年までは、ロシア共和国貿易人民委員部局長。1930年から1934年までは、 ロシア共和国供給人民委員部局長を歴任した。しかし、モスクワで通信販売上級エコノミストを務めていた1938年2月14日に逮捕され、反ソテラ組織への参加を理由に、同年6月14日、連邦最高裁軍事参議会によって死刑を宣告され、同日処刑された。その後、百五十六年八月に名誉回復が、 なされた。ありがとうございます。